んな感じですね。こんな感じです。めっちゃ素敵なサイトです。めっちゃ素敵なサイト。テントを張っているけど、こっちはキャンプ場じゃないよね。デイキャンプだよ。この赤柄屋根が全部宿泊施設になってます。下頃ね、あの川の上にこういうのぼりピッパーあったのね。こんな感じです。だけど何もないかな、俺らのところに。サーフゴルフができるね。こんな感じです。こんな感じで子供たちがいっぱい川遊びしてます。ああ、どうなんだろう。川めっちゃ綺麗じゃない。ね、浅いし、ちょうど子供たちが遊ぶに最高じゃない。こんな感じです。みんなおのおのデイキャンプでテントを作って、はい、今日は国頭村にあります、これ東海岸ですね、アダンビーチ、そこに来ました。こんな感じですね。でキャンプ場の入場料1人300円で、ゲストルーム、レンタルルームとかもあるみたいですね。めっちゃ穴場ですよ、ほら。こんな感じ。キャンプしてる人もいるし、ゲストハウスもある。こんな感じですね。お隣さんもキャンプしているし、お隣もキャンプしています。案外大人数で来てるね。まあ、こんな感じです。こっからの海がね、最高なんですよ。はい、こんな感じです。ちょっと荒れ気味だけど、海に入ってみようかな。だけど満潮になってないわ。蕎麦屋さんがいつの間にかできてる。さつき天ぷら刺身のお店、古民家ですね。食べよう。めっちゃ美味しそう。ハイビスカス。え、ハイビスカス。これハイビスカスね。あ、本当だ。うん、なんかつるつるの葉っぱと大谷ほどに入ってるみたいな。かぼちゃも入ってる。はい、お芋も入ってる。ハイビスカスが入ってるっていうのが珍しいね。食べてる。ハイビスカス。ハイビスカス、食ったことがないから、どんな味なのかわからない。ハイビスカスの味、あ、味する。で、これが何だったの？なんか、ツルの葉っぱ。ツル科の葉っぱ？うん。野草の味する？うん。苦味もある。うん。うん、苦味があって美味しい。これはもう、カツビと、やっぱこの辺が変わり種だね。変わり種だね。食べたことないもん。大谷渡りたぞ。これなんだ。おいしい、苦味があって。苦味があって美味しい。美美味しかったです。今はこのキャンプ場で車中泊します。こんな感じです。明日こっちをちょっとシュノーケリングしてみたいなと思います。アダンの実がいっぱい。あ、3匹いるんだ。ちっちゃいあのヤギ。この一番小さいの生まれたばっか。これは3ヶ月。こんなちっちゃいんだね。かわいい。
早く大きくなれよ。ダラダラ、はい。うちの犬と同じ名前だ。一応ペットなんだ。ペット飼ってるみたいね。あの沖縄の人は食べるじゃん。食べないよかった、よかった。めっちゃ可愛い。はい、はい、これがララちゃんだから。ララちゃんはどれ？ララ？これがララか。これはこれはララ。こうちゃん。こんな感じですよ。こっちから見ると、いい感じだね。素敵なサイトです。めちゃ素敵なサイト。あ、いいですね。こういう感じのキャンプがいいですね。ちょっとだけ撮ってもいいですか？ありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。また会いましょう。はい、今日はアダンキャンプ場に来ています。周りはね、みんなね、キャンプ場なので肉焼いたりね。めっちゃいい匂いがするんだけど、これはカルビーのポテトチップス。あ、違うよ、札幌ポテトのベジタブル。ここね、玄米棒、こういうミックス。車中泊ってこんなもんだと思うよ。今日はこれを食べて、お酒飲んで眠って、明日の朝はね、引き潮に合わせてちょっとこっちの海をねシュノーケリングしたいなと思ってますんで、どんな綺麗なのか見てきて。今日はとりあえずもうこれでおやすみ。玄米八着目を食べて飲んでます。おやすみ。中身汁定食、沖縄風味噌汁、次はあれだね、トッファック。